若菜表層を漂う、幼魚気天外旗は、上質な赤万宝目振袖ウオカの魚類の一種。関東以南の太平洋全域、ニュージーランド近海や、アフリカやインド洋、地中海などの沖合の中層に生息していると言われる。他の振袖ウオカの魚のように、台風や大けの後に、幼魚や生魚が稀に沿岸に漂着するほか、稀に漁獲され、市場に出ることもある。 大型の魚類であり、体型が細長く、体長は大きいもので2メートルを優に超える。銀白色の体色で、背びれは朱色。生魚は体が横に扁平となり、目は粉丁より大きい。尾ひれはやや小さい。幼魚では頭部近くの背びれが大型か、発達した腹びれを持つ。尾ひれも大きく、体長の1、3ほどもあるが、成長するにつれて、 腹きと頭部の背びれが小さくなる。尾ひれも、あでやかだった、幼魚時代と比べると目立たなくなる。幼魚時代は、表層で、浮遊生活を送り、生魚は中層を漂いながら、立ち泳ぎする姿勢で、伸縮する口を持って、動物性プランクトンや、浮遊性甲殻類を食べると思われる。旗という名前はついていても、鈴木目の旗とは、類縁関係は遠く。 なぜこの名がついたのかは明らかでない。赤万ウ目の魚類は滅多に漁獲されないため、食用価値が少ないが、その中にあって本種は稀にではあるが漁獲されており、食用に利用されることがある。体は白身で柔らかい上に、水分が多いので、鍋物にしたり、水抜きをして、刺身や焼き魚として食べると言われる。ありがとうございます。